テレビスポーツ教室、今日は合気道です。合気道の基本とその特色をご理解いただきたいと思います。基本の体さばき、基本の動作、構え、入り身、転換、呼吸法、それと基本の技、正面打ち入り身投げ、片手取り四方投げ、正面打ち一挙を説明させていただきながら稽古していきたいと思います。本日の解説は財団法人合気会合気道本部道場師範藤田正武。実技は指導部金沢武、藤巻博、入江義信、合気道本部道場の会員の皆さんです。まず合気道の技に入る前に構えから入っていきたいと思います。左側の金沢指導員を取りといたします。右側の入江指導員を受けといたします。まずお互いに右足を出してください。これを相はみと言います、はい、右側の入江指導員足を変えてください。これを逆はみと言います。手は軽く開きまして手刀状にして軽く構えております。いつもこうした形で技に入っていきます。それでは初心者の人にもやっていただきたいと思います。はい、右足を前へ出してください。もう少し足を開いて、はい、それで楽にして、はい、もし、はい、膝を緩くして、はい、まっすぐ見つめて、はい、こういう構えです。これが相半身です。はい、足を変えてください。はい、これが逆半身です。はい、結構です。はい、続いてどうぞ。はい、右足を前へ出してください。はい、軽く、はい、もう少し足を開いて、はい、それで楽にして、はい、手を楽にして、手開いて、はい、楽にして、はい、これが相半身です。はい、足を変えてください。はい、まっすぐ、はい、楽にして、はい、これが逆半身です。基本の体さばき、入り身と転換を説明させていただきます。まず入り身です。相手が手刀を振りかぶって打ってきます。それを側面に入ります。例えば相手がまっすぐ打ってきてこの位置にいますとぶつかります。ですからそれをスッと入ります。これを入り身と言います。相手の側面に入っております。これを入り身と言います。次に転換です。右逆半身に構えております。相手が手をつかみに参りました。相手の側面に一歩入り身をします。それから転換の体さばきです。この転換も合気道の技をやる中で常に使われております。以上が基本の体さばき、入り身と転換です。日本武道の基本的な姿勢は正座であります。座ったままの動きであらゆる攻撃を自在に制することを鍛錬の第一と考えたわけです。日本武道の伝統を生かした合気道でも正座から始める座り技を重要し足腰の鍛錬法として対応しております。今日は呼吸力の養成法、
これは力の出し方の鍛錬法でございますが、この養成法としてここでは正座から始まる座り技の呼吸法を行います。合気道の技にはすべてこの呼吸力が関連してきております。技を学ぶと同時に生きた技にするために呼吸力をしっかりと稽古します。宇宙の生命力の根源、心と体を統一するものを気として捉えています。その気の力を我々は呼吸力と言っております。力を入れるのではなく力を出す、この呼吸力を鍛錬しております。それでは実際に初心者の方に呼吸法をやってもらいます。はい、それではちょっと二人見ててくださいね。こう掴まれます。こう上げようとしないで、必ず相手の脇を上げるように、これが技に生かされるようにしなくてはいけませんから、こうです。それからこれをこちらに引こうとしないように、必ず前へ出ていきます。それできちっと押さえます。で、座った時必ずつま先は立ってます、ね、これを注意しながらもう一度やってみてください。はい。はい、結構です。合気道の技をご紹介いたします。合気道の技法の特色は、自分から攻撃せず相手の暴力のみを制して相手の生命を殺傷しないこと。そのためには技は相手を徒手で投げることと抑えることが技の中心になります。今日は投げ技の一つ、入り身投げをご紹介申し上げます。入り身投げは相手の攻撃してくる力を外し、相手の側面の死角に入り身して丸くさばいて相手のバランスを崩して投げる技です。今日は相手が正面を手刀で打ってきた場合をお見せしております。入り身投げと名がついているように、入り身が合気道の技法の体さばきの特色なので重要な動きの稽古になります。それでこの入り身投げが基本技として入っております。相手の中心に自分の中心が入る、これが合気の入り身です。先ほどの入り身投げで投げられた方が身を安全に守るためには受け身が必要です。その受け身をやってもらいたいと思います。まず右足を前に出しまして、後ろ受け身です。はい、次は後ろ回転受け身です。はい、ありがとうございます。ちょっといいですか、見ててください。まず受け身はまっすぐ取ることが大事です。後ろ回転受け身です。はい、もう一度やってみてください。
はい、この受け身を利用して身を、安全に守って稽古していただきたいと思います。はい、それでは入り身投げを初心者の方にもやってもらいます。どうぞ。合気道の稽古は必ず左右やります。また受け身と取りが必ず交代してやっていくのが合気道の稽古法の特色です。はい、ちょっといいですか。相手が打ってきた時にすぐ入り身をしてます。その後引っ張らないで導いていきます。それから前へ出て、その時も姿勢を良くしてください。あ、はい、そういうことを気をつけてもう一度やってみてください。はい、それでは交代してください。はい、はい、ちょっといいかな。はい、座ってまっすぐ打ってきた時にここまで入り身します、ね、中途半端な入り身をしないで、この辺でこうやるとどうしても引っ張りたくなります。ですからまず大きくここまで入り身です。その後基本の転換の体さばき、それからまっすぐ前でできます。で、必ず姿勢は良くすること、同じこと言ってますけども大事なことですから、それを模範にしてもう一度やってみてください。はい、結構です。それでは入り身投げをまとめてみたいと思います。最初に行いました基本の体さばき、入り身と転換、それから呼吸法で養いました呼吸法を、呼吸力を生かして、それで入り身投げをやってみたいと思います。まず相はみに構えております。相手が正面からまっすぐ打ってきますと真後ろに入り身をします。それから踏み込んだ左足を軸に転換をします。それからこれ呼吸法を生かして前へ出て入り身投げでになります。次は四方投げです。四方投げは相手が手を掴みに来た時、その力に逆らうことなく体さばきで相手の表裏に入り、自分の体を回転させ、手刀で相手の腕を肩のところに折りたたむようにして曲げ、切り下ろして投げる技です。ちょうど剣の動きを体で行う四方八方に剣を振りかぶり振り下ろす感じで行います。今立ち技で逆半身片手取りの四方投げの場合をお見せしております。
この技は体さばき入り身と転換が生かされております。はい、それでは片手取り四方投げを初心者の方にやってもらいます。はい、どうぞ。四方投げ、これは表と裏、表は入り身に入り相手を投げます。裏は転換をして相手を投げます。必ずこの四方投げは表と裏を稽古しております。はい、ちょっといいですか。はい、掴まれます。まっすぐ入っていきます。最終心、それから掴んでまっすぐです。それで切り下ろします。で、投げた時も姿勢がいい、よくしてください。あ、こちらへまっすぐ。裏は必ず転換をしてます。それからここまで入って投げます。それを早くやりますと、はい、もう一度やってみてください。はい、いいですか。はい、掴まれた時に手をこういうふうにすると脇が開いてしまいます。二人ともね。だから必ず脇が閉じてます。それでまっすぐ入るよ。それから掴んでまっすぐです。それで切り下ろします。それから裏は、今度裏やりますが、転換をすると必ず入り身をして脇が閉じてます。それから前、転換をして投げます。はい、それをもう一度やってください。
はい、それでは片手取り四方投げをまとめてみます。逆半身に構えております。相手が掴みに来ました。そうしましたら脇を締めて自分の中心に手を振りかぶっていきます。それから手を掴みながら相手の前です。それで抜けて四方投げです。今のが表です。表です。振りかぶって前へ入って切り下ろします。今度は裏です。裏は相手の側面に入ります。転換をします。で振りかぶってそれから抜けて転換をしてます。必ず手刀は呼吸法を生かしています。それで入って投げます。入り身と転換、呼吸法、これが生かされて片手取りの四方投げが成り立っています。座り技で正面打ち第一挙をご紹介します。正面打ち一挙は相手が正面から手刀で打ってきた場合、自分の両手を振りかぶるように上げて同時に一歩踏み込んで両手で相手の技を押さえながら丸くさばき切り下げて相手をうつ伏せに押さえ込む技法であります。別名腕押さえとも言います。基本中の基本の技なので第一の教えと書いて第一教というわけです。座り技の正面打ち第一教をやるにはまず執行という動作が必要です。はい、つま先を立てて足を交互に出して歩きます。これを執行と言います。これをしっかりとやることによって座り技が上手にできます。それでは正面打ち第一教を初心者の方にやってもらいます。どうぞ。今前に入りながら崩して押さえたのがこれが表です。相手の側面に転換をしてやってます。これが裏です。これが表です。はい、いいですか。相手が打ってくるところに下からです。それから執行を生かして下へ切り下ろしながら前へ入っていきます。それでしっかりと押さえます。これは表です。裏の場合も相手の側面に入り身をしてそれから転換をして引っ張らないでしっかり下へ落として押さえます。必ず背筋を伸ばしてつま先を立てて押さえます。はい、これに注意してもう一度やってください。
それでは座り技正面打ち第一挙をまとめます。はい、相手が正面から打ってきた場合です。下から相手の肘を制します。呼吸力を生かして、それから執行を生かして前進んで、相手の肘と手首を小指を締めながらしっかり押さえます。今のが表です。同じことです。表です。今度は裏です。相手の側面に入り身をします。その際肘は先ほどと同じように下からです。呼吸法を生かして、呼吸力を生かして、それから転換をして下へ崩していきます。押さえ方は表と同じです。側面に入り身、転換、それから呼吸法を生かして、最後はうつ伏せにしっかりと押さえます。基本の入り身と転換、それから呼吸法が生かされています。執行は必ず後ろの足がついていくように、離れないようにして執行します。畳技の稽古に必要な受け身を説明します。膝を緩めて手をつきます。押さえられていると逆の方向に顔を向けます。このように受け身を取ります。同じことを座り技の場合であります。手をつきます。膝を緩めていきます。それから押さえられた方向と逆の方向に顔を向けます。このように受け身を取ります。今日は合気道の基本、入り身、転換、呼吸法、それをもとに基本技正面打ち入り身投げ、片手取り四方投げ、座り技正面打ち一挙をやりました。ご理解いただけたでしょうか。合気道はお互いに稽古をしながら心身を鍛えていくのが合気道です。合気道は決して相手と争うのではなく、相手を思いやる和の心、これが合気道の基本の精神です。和の精神です。